ええ、強制しすぎてって聞こうか。そびえ立つ光。ああ、あれかな。チェストが手に入るんかな。てかもう行動キャスもうあっただよ。もうあっこで見せ場終わりやんな。船長の服のテカリがあるんちゃうこういう感じ。兄さん、やれやれ、銃器になるやつだと。あれやったっけ、これなんかあの潜入調査してたよ。まさにさんさんいたらそれはやってこっちの方がいいわ。飽きたな。もう多分これやりとり 4回ぐらい見とる。3DS かなんかのやつガンソード出とったし、 3DS の時に一応サーズオブダウンオブサーズってやつか。ハードを使うと嫌やな。
仲良くしましょう。どっちの方が。ああ、ウッソがめっちゃ後ろの方。いないやろ。
その中途半端に出てこないで。一応鉄壁を使えるようになっとるわ。優しい。加速使えるやつないかな。クリントマン、力を貸してくれ。君も一緒だ、ユータ。準備いいですか、キャリバンさん。ま、任せろ。アクセスコード、グリッドマンキャリバー。操縦者、俺を使え、グリッドマン。ああ、グリッドキャリバー。あー、でもマンヤから無理か。間中にスパロボクリアして次アーマードコア出さないかんねんけど、てかあれやろ、プレステ4の充電器充電とアップデートさすとかにか。
主人公がまだ決意使えんから。今グリッドマンがあのまだあれやからあのダンス系やから。もうな真っ向から縦割り手に入らんかな。状況を打開しないと。私が何とかしよう。アクセスコード、バトルトラクトンマックス、肩をつけるぞ。タイトマックス、やる気が大胆じゃ。マックスイトヘル&ヘブンする。その力、タイ。ハンブサウンドこんなところになります。なんかな。
をもう一回取っていく。今を好機と見ます。これだけでいいからだ、お仕事。MMFA ファイナルシーケンスへ行こう。味方機射線上からの離脱を確認。エネルギー充填 100%。 地方発射5秒前。3、2、1、撃て。15段階改造する。あ、てか分析使うマスだった。ロスストはもうあれでしょ、もうあの R2 終わったら終了で、あの次この分だったらもういいよ。とりあえずバニーにいるの終わったから別にもう終了してもいいんやけど。あれ？あれチェスト？じゃあもう先殺してしまうからな。こっちにしとってどうにかしとりゃいいだろう。
もなんかイケメンやな。やつくん。あ、ダホンブサーズっている。うわあー、どっちにも入らんのか。え、22。天が粘土爆砕拳粘土爆砕。はい、グリーンガスとかこれなんですけどさ、単純に合体攻撃に使った方が良かったな。効果方針使わんだ、普通に倒せた。あ、倒せんか。ちょっと、
あれ？使うわ、そんな。レイアースかっこええな、やっぱ見る？エネルギーもったいないけど。それで終わりですか？それのプラも欲しいんやけど。では本気でいきます。オオカミ家頭に体調ブレードついてほしい。さあ好きじゃない。行こう。さくらくん、さくらくん、行きましょう。大神さん、さくらくん、大神さん、二人は桜色。なんこういうの、あーダンス系やからひよってるんか。ダンス系やからひよってるんやな。いやーどうしよう、二人は桜色の方がいいかな。でもあれか、孔明です。私が相手をするにふさわしい腕だな。
あ、こんな唯一だね。飛び込む。めっちゃ中村雄一じゃねえ。クエスターズの隊長は私が止めます。さあ行こう、さくら君。ええ、行きましょう。大森さん、さくら君。てかそんな穴抜きグローブつけとったり。二人は桜色。動きが単調だったらしい。めっちゃ中村雄一や。絶対そうやん。これか。どうやったら見てくる。ほら、これが私、カール・レイム・バウルだ。逃げても無駄だと。一人で応援祝福完結しとる。てめえらが敵だってことははっきりしてるぜ。Tリンクフルコンタクト、ゼットソード射出、トロニウムエンジンフルドライブ。トロニウムって何の略なんや。全てを切り裂け SRX。 うわー、超必殺。天井天下粘土爆砕拳。粘土爆砕。バリア貫通。君たちの力十分に見せてもらったよ。
えるやつまだいないな。あのジーリッカーぐらい早く勇気使えるようにしてほしいんけど。この C2 かわいいな。この前めっちゃこう打ったようなイメージがあるんやけど、EXC ボーナスはあれでしょ、主人公機とミッドマンの違い。ということで今回ここまで。